イルの量をどうやって見るのかと言ったらですね、ナビの画面で確認することができるようになっております。でこのように明かりをですね照らしていただくと、まあ、オイルが漏れているとか、中のですねグリスが漏れているっていうのは分かるようになります。皆さんこんにちは、ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければ下のチャンネル登録ボタンもポチッとお願いいたします。さあ今日はですね、ミニの日常点検というテーマで動画をお届けしようと思っております。まあ、皆さん毎日のようにですねミニ乗っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますし、たまにしか乗らないよという方もですねいらっしゃるかとは思うんですけども、日常点検皆さんやっていただけておりますでしょうか。まあ、基本的にはですねやっぱり、お店でもですね無料点検というのは皆さんの車させていただいておるんですけども、まあ、セルフチェックというところも大事になりますし、セルフチェックをしていただくことでですねこういち早く車の異変に気づくことができるというふうに思っております。なので、まあ、今日はですね、日常点検というところで、まあ、ミニならではのポイントも踏まえつつですね、このように点検をしていったらいいですよという部分を、解説をしていこうかなというふうに思いますので、ぜひぜひミニオーナーの皆様ですね、今回の動画参考にしていただいて、日常の点検にお役立ていただければなというふうに思いますので、ぜひ動画ですね、最後までお楽しみください。はい、ではミニの日常点検早速やっていこうと思います。ではまずですねタイヤの点検からやっていこうと思います。まずはこうタイヤのですね外観を見ていただいて、特にですねこの側面ですね見ていただくと分かりやすいんですが、小さなですねこうひびクラックがですね入ってきているタイヤがありましたら、それはそろそろ交換時期を、お知らせをしてくれているというものになりますので、まずはこの表面にですねこうクラックひびがですねないかっていうのをチェックをしていきましょう。そしてあとはタイヤのですね、溝の量ですね、どれくらいの深さの 溝が残っているかというのをチェックをしてみてください。で、まあ、その時にですね参考になるのが、スリップサインというものになります。車のですね横側を見た時に、まあ、このタイヤで行くとこのミシュランのマークがあるんですが、一般的にはですねこう三角形のマークがついております。でそこをですねぐーっと見ていくと、溝のですねこの一番深いところですね、そこに小さな山がポコッと立っておりまして、これがですねスリップサインというものになります。大体このスリップサインがとこのトレッドですね山の高さが一緒ぐらいになってくると交換時期というふうになりまして、大体このスリップサインがおよそ 1.6 ミリぐらいのところで設定をされておりますので、まあ残りの溝が 1.6 ミリにかかってくると交換をしてくださいねというものになりますし、 1.6 ミリを下回ってくると車検も通らなくなってきますので、まあ、そこが交換の時期交換のサインということになります。なので、まあ、タイヤの交換時期はですねこの溝の残りもそうなんですが、先ほど言ったクラックですね、タイヤのですね油分が抜けることによってタイヤが乾燥してこうひびが入ってきてしまうというところがありますので、走行距離に関わらずですねこのスリップサインが出ていなくてもクラックがたくさん入ってきたら、まあ交換時期ということで、まあ、この2つのパターンで交換時期を知らせてくれるようになっております。はい、でですねこのタイヤのクラックと残りの溝確認ができたら、最後空気圧ですね、まあ、空気圧はここのキャップを外して空気を入れるっていう設備があれば一番いいんですけども、まあ、なかなかですねご自宅にそういったものないと思いますので、こう外見を見ていただいてこう極端にですねタイヤが潰れているということがなければ基本的には問題ないというふうに思いますので、タイヤの空気圧、タイヤの溝、そしてタイヤの表面の状態、まあ、この3つをチェックをしていただくのがいいと思います。はい、では続いてですねエンジンルームの点検に行きたいと思います。まず皆さんエンジンルームと言われて一番最初に思い描くのはエンジンオイルの点検かなと思いますので、まずはそこをですねやっていきたいなというふうに思うんですが、F 系のミニと R 系のミニで、エンジンオイルのですね、点検方法が異なりますので、まずは F 系のミニですね見ていきたいなと思うんですが、F 系のミニに関してはですねいわゆるこうオイルゲージと
というようなものはもうございませんので、じゃあオイルの量をどうやって見るのかと言ったらですね、ナビの画面で確認することができるようになっておりますので、一旦ちょっと車内をですね見ていただこうと思います。でまずですねエンジンをかけていただいて、ナビのですねメニューを操作をしていきます。ナビのメニュー画面からですね、車両情報設定というところをですね押していただいて、車両ステータスで、ここでエンジンオイルレベルっていうところがありますので、ここを押していただきます。で、まあ、このように見ていただくと今ですねこのエンジンオイルレベル正常ということになっておりますので、一旦問題はないのかなと思うんですが、でオイル交換をした後なんかはですねこのエンジンオイルのレベル測定というところもやるんですが、通常ですねもうここの画面で、エンジンオイルレベルが正常であれば問題はないということになります。そして、点検実施時期を見ていただくとですね、いつオイルを交換したとか、オイル交換ですね、今エンジンオイル三角になっているんですが、これは、交換時期来てますよというような合図ですね、まあ、ここを見ていただくと交換時期も分かるようになっております。では続いて R 系のですね、オイルの点検ですね、R 系のミニに関しては、おなじみのオイルのレベルゲージがありますので、ここで見ていけば OK ということになります。はい、このように引き出していただいて、まずは最初についているオイルを、ウエスで拭き取ります。そしてここに差し込んでいただいて、もう一度引き抜くと、はい、そうするとここにですね、ついているオイルの、量が正常であるかを見るのと、あとはやっぱりこのようにオイルの汚れですね、まあ、こういったものをチェックをしていただくといいと思います。なので F 系の場合はですねもうオイルの汚れをチェックするっていうことができないんですが、 R 系の場合はですねこのようにオイルゲージが残っておりますので、しっかりオイルの汚れの確認まですることができるようになっております。では続いてですね冷却水のですね点検をしていこうと思います。F 系のミニの場合は冷却水のタンクがこっちこうですねついておりますので、ここを開けていきます。走り終わった後とかはかなり熱くなっておりますのでお気をつけください。でこの蓋を開けていただいて、この中を覗き込むとですねマックスという書いた黄色いですね札のようなものがありまして、そのマックスのところに冷却水が来ていれば、しっかりとですねこう上限値まで入っていますよというところで、まあ、ここがですねだんだん減っていくとあのローのゲージがありますので、そのローのゲージまで行っていると、冷却水少ないよということになりますので、この蓋を開けて覗き込んで量をチェックをするというふうになります。続いてはウォッシャー液の量ですね、残念ながらウォッシャー液の量ですねこの蓋を開けても、量をですね知ることができるようになっておりません。ただですね、ウォッシャー液量が少なくなりますと、あのナビの画面の方でですね、ウォッシャー液の量が少ないですというような警告が出るようになっておりますので、まあ、そちらを確認をしていただくのが一番いいのかなというふうに思います。であとはまあこれ F 系のですねミニで最近ちょっとよくあるんですが、ウォッシャー液のこのタンクの下のところにですねウォッシャーを送り出すポンプがついてるんですけども、そこのポンプの付け根がですね結構ひび割れて、ウォッシャー液が漏れるということが F 系のミニの場合ちょこちょこありますので、補充しても補充してもすぐにこう警告がついちゃうなという場合はこのウォッシャー液の液漏れをちょっと疑う必要がございますので、まあ、そういったことがあればですね、ディーラーさんとかお近くの、整備工場に相談をしていただくのがいいのかなというふうに思います。パラドックスでももちろんあの相談受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。はい、あとエンジンルームですね、F 系のミニの場合特に見ていただきたいのがエンジンマウントという部品になります。エンジンマウントを見るときにはですねこういうあの懐中電灯があると便利です。あのスマホのライトとかでも、いいので、あのこういうですねあの明かりがつくものを用意をしていただいて、ここをですねエンジンの、左手側を見ていただきます。エンジンマウントというのはここのですね部品になります。ここの鉄の部分は大丈夫なんですが、この下のゴムの部分、黒い部分ですね、ここに亀裂が入ったり中のグリスが、漏れてきたりすることがあります。
で、大体 F 系のミニの場合で、3万キロから5万キロぐらいの走行距離になるとここのエンジンマウントがへたってきて、ゴムがちぎれたり、亀裂が入ったりということがですねあります。でこれエンジンマウントが劣化してしまうとエンジンのですねこの支えが弱くなるのでこうエンジンがブルブル震えるような感じがあったりとか、ごとごと音がするような感じが出てきたりしますので、ここはですね特によく見ておいた方がいいです。でこのように明かりをですね照らしていただくと、まあ、オイルが漏れているとか、中のですねグリスが漏れているっていうのは分かるようになります。で、まあ、これクーパーとかクーパー D はですね割とこういうふうに見ることができるんですけども、クーパー S とかジョン・クーパーワークスの場合はもう少しエンジンが大きいのでその場合はこの反対側ですね、この、ヘッドランプがある裏側からですねこのように覗いていただくと、状態がよくわかるようになりますので、まあ、このような形でチェックをしていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、では最後ですね、バッテリーのチェックになるんですが、バッテリーですね、ミニの場合この、赤いですねポッチがあってその中にバッテリーが入っているので直接ですね見たり触ったりすることってあまりないと思いますし、まあ、バッテリーってなかなか目視だけではですね今劣化具合ってわからないようになっておりますので、ミニの場合はですねエンジンをかける時のこのセルの動き回り具合とかでこうチェックをしていただくのがいいのかなと思います。ということで、まあ、エンジンルームの点検箇所としては、エンジンオイル、冷却水、ウォッシャーの、液でエンジンマウント、バッテリーという感じで、まあ、5箇所ぐらいですね、チェックをしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて次見ていきましょう。じゃあまず車に乗り込んだらですね、エンジンをかけてみます。はい、このようにですねスムーズにエンジンがかかる場合は基本的にはバッテリーはまだまだ、元気な状態じゃないかなというふうに思います。あとはこのパワーウィンドウを動かしてみてスムーズに動かない、もしくはなんだかいつもよりパワーウィンドウ動くスピードが遅いなと感じることがあれば、それは結構バッテリーが弱ってきている可能性もありますので、まあこういうですね、専門店であったりとかガソリンスタンド、量販店行っていただいて、まあ、バッテリーのチェックをしていただくというのがいいんじゃないかなと思いますので、まあ、エンジンのかかり具合と、まあ、こういう電装品のですね動き、まあ、こういったところで、バッテリーのこう劣化具合を知ることはできるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとはですねエンジンをかけていただいたときにこの前のメーターとかですねこの真ん中のナビ画面にいろいろなですねお知らせインフォメーションであったりとか警告が出ますので、その警告が出ていると、まあ、何かしら、チェックした方がいいですよというサインになっております。ナビ画面を見ていただくとですねこの上の方に今びっくりマーク3っていう風に出ているんですが、このびっくりマークがついている時っていうのは何かしらチェックをしてくださいねというお知らせになります。でこの中身何なのっていうのを見るときにこの車両情報設定という項目の中にある車両ステータスです。でここで見ていただくとこのチェックコントロールというところをですね選択をしていただくと、まあ、今異常なしというふうに出てますね。でもう一つですねチェックをしたいのがこの点検実施時期ですね。ここを見ていただくと、この今びっくりマーク3ってなってるんですけどこの3つの項目が三角になっているので、チェックをしてくださいねということですね。エンジンオイル今交換時期が来てますよ、法定点検、時期が来てますよ、また車両点検ですね、ちゃんと行ってくださいねというようなことが、まあ、ここを見ると分かるというふうになっております。あとはですね、例えばチェックコントロール、まあ、今は何もついてないんですが例えばガソリンが少ない場合燃料が少ない場合もここに表示がされるようになりますし、ね、ドアが開いたまんまになってますよとかトランクが開いたまんまになってますよという場合はこのように、チェックをしてくださいというふうに表示をされます。その場合はさっきねここ3だったのが4になってるんですけど1箇所チェックする項目が増えたということですね。はい、まあ、閉めるとこのように異常なしというふうに戻ってきます。あとは、まあ、こっちの、前のですね、メーターの中見ていただいてここにですね特に表示が出てなければ OK です。まあ、ここによく出る表示としてはですねあんまりこうついてほしくないんですけどエンジンチェックランプの表示とかですね、
ここに何かしら表示が出てくるときにはあんまりよろしくないということがちょこちょこありますので、特にこっち側の表示っていうのはないかなっていうのをチェックをしておくといいと思います。あと玉切れ警告とかもですね、こういうところついたりしますし、あとは空気圧少ないですよっていうのとかですね、先ほどのウォッシャー液少なくなってますよっていうのもですね、こういった車の中から今全部知ることができるようになっておりますので、ここのですねインフォメーションのチェックっていうのは必ず行っていただくといいと思います。はい、ということで今日はですねミニの日常点検というテーマでですね動画をお伝えしてきました。一般的な日常点検とほぼほぼ項目としては変わらないかと思うんですが、ミニならではのやり方とかですね、ミニはこういうところをもう一個注意しておいたらいいよというポイントも含めてですね、解説をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もっと皆さんからもですね、もっとこういうところを見たらいいですよとか、そういったものあったらですね、ぜひコメントで教えていただければなというふうに思います。毎日乗る、車なので、しっかりと点検を自分でできるようになるっていうのはすごく大切だというふうに思いますし、こういうふうにですね日常的に点検をすることによっていち早く異変に気づく、で、その早く異変に気づくことによって結果的に修理代が安く収まるということもですね多々ありますので、ぜひぜひこう皆さんのですね、ミニライフの参考にしていただければというふうに思いますし、大切なミニに長く乗っていただくためにも、点検ですね、ぜひやっていただければと思います。はい、ということで、今日の動画この辺にしたいと思います。今日の動画面白かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただくと皆さんの素敵なミニ見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。